寝る前の将棋ボーツ10分切れ6球チャレンジやっていきたいと思います。対局開始かなと思ったんですが、よろしくお願いします。珍しい、あ、やっぱ後手だった。一瞬後手先手って聞こえました。もう5、6回連続後手ですからね。これ開けたら一手損角代わりでガンって返ってくるんですよね。あ、これは珍しいですね。ってことは僕がやりたい感じができる。四間飛車振りですね。 OKOK。 あんまりこの四間飛車振りの雁木対応って正直僕もあんま分かってないんですよ。ちょっと雁木に作って、多分相手は四間飛車穴熊しそうですね。雁木が来い。イメージとしては、あれあの感じでもう引けるって感じなんですかね。まあでもそうですね、頭上げてるから。角銀雁木ですよってことですね。しかもこっちは角銀まで行ったりもしない。あとは全体的な押し上げを雁木組んで、まあ、厚みで押していくって感じでいいと思うんで、まあ、相手が飛車を4筋に出してるんで、このニョキニョキってきた銀がまあ3と4筋に入ってくるのかなと思うんですけど、まあ、こっちも対応して、5、6に銀を上げますし、こっちは桂まで跳ねてますからね。歩突っ込んで桂で、まあ、同銀ってされるかもしれないですけど、あとは飛車先の歩を走らせますか。シンプルにちょっと拮抗する状態です。まあ、どっちからも手出しづらいよねみたいな感じだと思うんで、なるほどね。じゃあ飛車で対応しましょうか。歩を打ってくると思うんで、金を寄せようかな。金をそこに打つか。そういうふうに考えたら36歩打ちで動けないんで金寄せて、で桂馬取られて金、あそっちに行く。別にこれで桂馬取られても速攻で来ちゃいけるもんねってことを思ってるってことですよね。こうしたら前に歩打ちますよね、さすがに。でこれ取らせたらめんどくさいことになるから、跳ねて鳴らせて、で金打って、もっかい歩、もっかい歩はないのか。ちょっと微妙だと思うんですよね、金を寄せたんで。だから飛車交換にはなると思いますけど、飛車と交換になっても、まあこっちだけ飛車取られるってことはないはず。持ち駒もないし、だからなったとしても意味ないんですよ。意味なくはないですけど、相手が金でこっちは飛車ですから、したくないですよねきっと。かといってじゃあ横に行くかったらできないんで、もう下がるしかないかなと思うんですけど、そしたら、あ、こっちは歩を奥に打って、桂馬にはまるところに歩打つか、うん、銀打って、あ、なるほどね。これ銀取ったら角が入ってくるってわけですね。かといって取らせないってのも嫌だから、破られる。そしたら下
下に銀が下がった方がいいか。それか上げて桂馬ブロックもありっすよ。あ、角ブロも飛ぶか。で同角こっからっすよね。金を上げちゃうと中に入られても別に、まあ、まだ怖くはないんですよね。ただそっか、ここに厚みができるのか。じゃあ金上げるか。もしかしたら飛車取られるかもしれない。そん時はそん時。なりますよね。1個下がるか。1個下がったら時計が。そうやったら横にずれた方がいいか。まあどう捉えても死んじゃうわけか。それならば角道分け7分。さすがにこうなると取らせるしかないですね。飛車を上げます。これ踏み込んできた。でも踏み込むはあんのか。踏み込んで取って寄ってきたら、あ、でも銀と飛車が効いてるから大丈夫か。飛車を取ってで強車で取って、まあ、うまく逃げ道作って、これ全然安泰じゃないですけど、金と飛車行けましたから、ちょっと早逃げしないと。でも玉が安泰すぎるんすよ。ユーズしょうがない。